女子とすれ違う時は全員全力で楽そうな顔をする。宿舎全体で余ってるご飯を楽男生は全部食べきらないといけないっていう。ジャーごと開けるっていう、ゲロ吐きそうな感じのゲップしてるやつ結構ですね。地獄の食事タイム。ピピ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 ってなんですけど、その2回目のピピピピは言っちゃダメっていう。死ぬ、もう死にます。はい、皆さんこんにちは、ララボチャンネルです。今回もちょっと洛南高校のあるあるエピソードというところでお話をしていこうかなと思うんですけれども、前回引き続き私の高校時代の先輩池上さんに来ていただいてます。池上さんの紹介は前回軽くさせていただいてたので、前回動画はちょっと概要欄に貼っておくのでそちら見ていただくか、プロフィールもちょっと記載しておきますのでそちらまた見ておいてください。じゃあ今日はちょっとテーマとしては合宿編です。合宿が地獄なんですよ、本当にもうすごかったですよ。なんかみんな口を揃えて言ってたのが、はい、練習はなんとかなる。そうですよね。練習の時間の方がむしろ走ってて先輩も何も言ってこうへんから、そう練習の方がいいっていう。そうで、なんか練習って唯一先輩対等になれる時間じゃないですか。そうです自分の方が強かったら別に前出ていいわけですよ、はいはい、で唯一先輩と対等になれる時間なんですけど、それ以外の時間は本当なんか大変でしたね。まあ、朝起きって宿舎からウォーミングアップの場所まで 500m ぐらいかな離れてるんですけど、まず朝起きたら1年生まず使用時刻になりましたので電気のもつけさせていただきますって言って電気つけて、みんな当時成功のスーパーランナーズスーパーランナーズで時計がありましてね、それをピピ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 ってなんですけど、その2回目のピピピピは言っちゃダメっていう、1回で止めないといけないんです。1回のピピピピって絶対止めないといけないっていうルールがあって、もうみんな基本この格好で寝てるんですよ、1年生は。荷物も全部やってる、荷物全部やってる、夜逃げかっていう、そう夜逃げすんのかっていう状態で寝るんです。寝るんですね。でなったらパッて起きて、起床時刻になりましたので電気のほうつけさせていただきますって。それからまたこれ先輩が起こすために言うので、そうですね、結構大きい声ではない、大きい声ではないと。で電気つけます。でそしたら5分後にはもう体育館に行って、体育館の窓を全部開けとかないといけないっていう、そういうルールがあって、だから起きたらもう5分後にはみんな体育館みたいな、もうほんとそう、5分後体育館ぐらい離れてる。なんやったら電気がついて先輩がこうゴニョゴニョって目こすってパッて目開ける頃にはもういてたらダメなんですよね、部屋の中に。むしろ死ぬ、もう死にますよ。そこで部屋にいてると死にますで、なんだかんだ先輩とかも10分後ぐらいには来るんですよ、2年生の方は、はい、で、その10分後ぐらいに来た時に体育館の窓がなんか開いてなかったりとかしたら、はい、またそうやって怒られるミーティングなんですよね。ミーティングで、怖いのがその場では怒られずに、その日の練習が終わった後にミーティングがあるんですよね。だからその練習中ずっと憂鬱みたいな、そうまた今日あるわみたいな、もう言われるやんみたいな。で、しかも当時って連帯責任じゃないですか。そうです、連帯責任やから、自分はちゃんとやってても他のやつができてなかったら、はい、それでお前ら何やってんねんって、そう、全員が怒られるから。そうです、毎日今日は何言われるのかなっていうのを思いながらの生活、はい、そうですで、あとご飯の時は先輩のお茶とご飯を全部こう見て、そうですね、で人数にもよるんですけど、基本各学年10人ずつぐらいなので、でそうすると、まあ、1年生の割合って3分の1じゃないですか。で、まあ、3分の2は先輩なわけですよ、はい、でその先輩が食べてる時お茶とかご飯とかも全部見て、でお茶がなくなったりご飯がなくなったりしたら、何年さんお茶のおかわりよろしいですかとか、何年さんご飯のおかわりよろしいですか、はい、って聞いたりとか、あと調味料とかがとかキムチとかあったら、はい、まず先輩に1人ずつ聞いていくんですよ、はい、何年さんキムチの方よろしいですか、はい、何年さんキムチの方よろしいですかって、で全員に聞いて、まあでも、あ、じゃあちょうだいとかいらんとか言われるんですけど、それ全員聞いて、で最後に自分が使っていいっていう、調味料はなかなか回ってこうへんっていうルールとかもあったりして、はい、ね、地獄の食事タイム。あとご飯で忘れてはいけないのは、1年生は絶対最後まで食べきらないといけないっていう、はい、絶対です。これは最後まで食べきるってね、普通ね、残してはいけないって言ったら、自分のお皿の中にあるものは好き嫌いせずに食べましょうねぐらいに思うじゃないですか、はい、洛南は違うんですよ。違います。宿舎の方もご飯とかね、じゃ用意してるじゃないですか。で基本宿舎の人も余るのはいいけどお腹すいたらかわいそうだなっていうことで多めに作るわけですよ。だけど余ったら余ったで困るんですよ。そうです。そうするとどうなるかっていうと、その宿舎全体で余ってるご飯を洛南生は全部食べきらないといけないっていうそういう
ルールがあって、しかもその結局3年生とか2年生の人って、まあ、終わったらさっさと部屋変えるんですよ、うん、で1年生だけ残って1年生であの全部食べるっていう、フードファイターかっていうぐらい食べますよね本当に。もう トレーニングですよね、あれも食トレと食トレ、あの世間で言ってなんかおしゃれ食トレとかじゃないんですよそんなんじゃないですよね、もう本当にマジの食トレですからね。何回履いたかっていう、ジャーごと開けるっていう、そうそう、ジャーごとジャーを開けるんですよしかももう一つこれ合宿ならあるんですけど、残さず食べないといけないで、1、2年生絶対食べないといけないんですけど、うん、あの食事の後に大体1、2年生の合同ミーティングがあってそこでもちょっと怒られタイムがあるわけなんですね。そうそう、1年生もう死ぬほど食べてるわけじゃないですか。そう、でもうその状態で死ぬほど食べてる状態でこの体育座りでミーティング中みんなめっちゃ真面目な顔で話聞いてる上に、こう急にこれってこうやんかでバーって言われてて、はいはい、みたいな感じで聞きながら、いや実際本当なんかあのゲロ吐きそうな感じのゲップしてるやつ結構ねでもその食の太さ細さとマラソンって結構関係があって、はい、トラックまでは食が細くても結構やれるんですよ、はい、でもマラソンやるには内臓が強くないとダメ、はい、まあ、長距離選手ってやっぱ内臓が強いに越したことはないんですけど、強豪校の中にはすっごい食事制限してっていうチームも多い中で、はい、うちの洛南高校は長距離選手は内臓が強ないとあかんと、はい、いうのをずっと先生から言われてて、はい、だから内臓が弱らないように冷たいものは絶対飲むなとか、はい、あのエビオス錠っていう成長剤があるんですけど、はい、エビオス錠を飲んだりとか、顧問の中島道夫先生っていう顧問だったんですけど、中島先生自身も昔現役でやってて、俺は夏に飯食えへんかったからマラソンは無理やと思ったって、まあ、そんな話とかもあって、はい、最近は食べない選手も増えてきてるんですけど、はい、でもやっぱりマラソンで活躍する選手って本当にドン引きするぐらい食べます。そうですよね、佐川にいた山本亮さんとか、はい、野口みずきさんとかもすごい、あーすごい聞いたことあるし、高橋尚子さんもそうでしょ。あーで一番食べないのはおそらく藤原新さん、はい、この人びっくりするぐらい食べないんですよね。ああそうなんですね。まあ、そういう例外はあるんですけど、はい、ただ基本やっぱり食が太い選手の方が活躍してる選手多いかなっていう。結構マラソン名選手は食べる人がすごい多いんですね。多いし、食べられない選手はダメだって逆に言うというのは結構言われますよね。あと合宿中といえばマッサージですよ。先輩にマッサージするっていう、普段からそうなんですけど、はい、でも合宿中は特に、普段は今一応ね授業とかもあるじゃないですか。でも変な話、授業中って1年生も解放されてるわけですよ。そうなんですよ、もうあの学校行ってる時間ってオアシスですからね。オアシス、そう、教室の中には1年生しかいないですからね、はい、でも本当合宿のマッサージはあれすごかったですね。まずね、聞いて回って、そう、あの時間があったら先輩に何々さんマッサージの方よろしいですかって聞いて回るんですけど、はい、そのあの部屋中こう聞いて回るんで。そうなんですよね。ただ僕が入学した時は割とリベラルになってて、はい、結構まあ先輩、まあ1年生がマッサージやったら先輩もまあ一応やるっていう。施されたら施し返す。恩返し。これマッサージして終わりじゃなくて、先輩もやってくれる。ずっとやってくださるんですよね。結構それは、洛南高校はそういう意味ではすごくフェアな関係はあったなとは思います。そうですね。僕が入る前の年に、洛南高校が京都府高校駅伝で負けてるんですよ。で、全国高校駅伝出れなくて、はい、で、まあ、僕らはやっぱり全国高校駅伝って出て当たり前だったんですよね。はい、それがあの負けてしまったと、はい、で。それで本当に先輩方すごいショック受けて、で、その先輩方の範囲の一つとして、2年生と3年生すごい仲悪かったんですよ。そうみたいですね。その当学年は。来ました、来ました。あのほとんど会話がなくて、その僕が入学する前までは、後輩は一方的に先輩にマッサージしてたんですよ。はい、でもやっぱそれは良くないよねっていうことで、お互いマッサージしましょうっていうことで変わったんですよね、はい、で俺マッサージも本当バカにできなくて、やっぱり高校入って1年目って陸上競技のことってあんま分かんないわけですよ、はい、だから先輩の方が圧倒的に、まあ、経験も多いし知識も多いし、はい、まあ、先輩方ってこうね、当時自分が知らなかったようなことってたくさん教えてくださるわけですよ、うん、それもやっぱり自分の経験に基づいて話してくださるから、はい、すごい説得力があるんですよね、うん、やっぱ全国大会、まあ、あの出たことないような子とかもいっぱい入ってきて、はい、でも先輩方は活躍してる選手もいっぱいいる中で、はい、まあ、いろんなことを教えてくださるわけですよ。それでやっぱりマッサージ上手い人の方が気に入られるんですよね。そうですね、間違いないですね。マッサージ上手いと先輩から気に入ってもらえるから、はい、やっぱいろんなことを教えてもらえるんですよ、はい、マッサージの時に、はい、
だマッサージ一つとってもバカにできないっていう。確かに、でも洛南の長距離出身だったら全員マッサージできるっていう、これは間違いなくあるあるですね。いや、おそらく他の学校より上手いでしょうね。絶対できますよね、うん、本当にやらざるを得ないからやっぱ上手くなっていくっていう。2年生になる頃にはだいぶ上手くなっていますよね。いや、だいぶ上手くなるよ。だいぶ上手くなるっていう。結構でもあの時間が先輩とは常にピリピリしてる感はあるんですけど、結構でもあのマッサージしてる時間って先輩もちょっとこう気持ちが緩むので、そう意外とあの時間にちょっとこう打ち解けて話したりとか。そう、先輩も人間だから、はい、マッサージしてもらってるのに怒るってなかなかできるんだよね。そうだよね、うん、それやってる間ちょっと先輩も優しくなるんで。そう、先輩も優しくなるからこっちにとっても安らぎの時間みたいな。そうなんですよ、マッサージしてるんだけど安らぎの時間みたいな。マッサージ上手ければ上手いほど先輩優しくなりますから、ね、そう上手ければ上手いほど。そうだから上手くなるんですよ絶対。合宿って結構やっぱ先ほど他校と合同でやるんですよね。なので他校と合同なので他校からの目線っていうのは感じませんでした。ああそう、合宿も合同合宿もいろんな合同合宿があって、例えば夏にある八伏合宿とかっていうのは、まあ、一応洛南がトップだったんですよね。だからその他校も洛南高校ってまあすごい学校だなっていう こう目で見てくれて、でこっちもいろいろ相手に対してこう、まあ、教えてあげるっていうかね、まあ、教えてあげるってちょっと偉そうかもしれないけど、まあ、いろんな動き作りとか補強とか、なんか洛南独自のがあったんですよ。でこれはこういう風にやってくださいとか。ちなみにまたこの1年生はそれを全部暗記しないといけないんですよ。暗記して、で1年生が、これから内田さん補強始めます、まずはじめになんか足上げ腹筋を20回やりますとか言って、足上げ腹筋は何々何々でとかって全部説明しないといけないんですよ、はい、それをまたできなかったらめっちゃ怒られる。怒られるんですよね。声量もすごい大事で、まあ、中身も大事なんですけど、もうとにかく声量なんですよね、あれは。そう、声を大きい声で言わないと怒られるっていう、はい、洛南高校はね、本当にこう男子しかいないチームなので、女性というのがもう日々の生活の中で見ないわけですよ。で女性もやっぱいるんですよ、他校の陸上部も一緒にやるんだったら、うん、だったらもうその普段見ない女性というね、それからの目線がある中での怒られみたいな。きつかったですね、あれ。なかなか合宿の時のしか女子との接点ないじゃないですか。そうなんですよ。そうするとね、だから先輩とかも言ってたのが、女子のグループとこうすれ違うわけですよ、はい、走ってても合同練習でね、はい、だから女子とすれ違う時は全員全力で楽そうな顔するね。いや、それはやりますよね。結構みんな真面目にカッコつけるんですよ、もう洛南のその陸上部っていうのは。もう女子と隔離されすぎて、そうないからね。そうなんですよ。あの洛南現象って呼ばれる、洛南病とも言われる現象があって、ありますあります。洛南に入ると女の子はみんな可愛く見える。ほんまにそうです。合宿とかで見かける女子全員可愛いみたいな。全員可愛いみたいな。でもある意味それもいいけどね。幸せですけどね。幸せ、はい、みんな可愛く見えた方が幸せです。幸せ幸せ幸せ。でも幸せ。だって一日の中で会話する女性お母さんだけとか。いや、それがスタンダード。それがスタンダード。それがスタンダードですからね。それがスタンダード。本当に本当に。みんなもう諦めて入るからね。そうですね。合宿の話に戻すと、合同合宿なんですけど、洛南がトップに立つ合宿と、まあ、洛南が底辺ぐらいの合宿っていうのがあるんですよ、はい。それがまあ、一番きつかったのが佐久長聖合宿っていうのがあって、当時佐久長聖がすごいかった時代 で、はいはい、でしかも他の学校も佐久長聖、大牟田高校、はい、九州学院、はい、秋田工業、洛南っていう名門ばっかりで合宿して、はい、でこれがまたこの中でね、洛南が一番弱かったんですよ。で、なんか洛南ってちょっと同じ強豪校の中でも空気が違うんですよね。例えば洛南の場合は上下関係すごい厳しいし、なんかもうジャージも なんていうんですか、古臭いし、こんな感じでデザイン太いですからね。ほんで補強の量もなんか半端なくて、補強すごいんですよね洛南って。洛南生基本体ごついんですよね。そうです。でも当時やっぱ強豪校ってどういうのが多かったかというと、上下関係そんな厳しくない代わりにもう先生がめっちゃ怖い。そうですね。でそれも洛南はとにかくご飯食べると、はい、食が太い人間の方が活躍するっていう感じだったんですけど、強豪校はね結構ね逆にねあんま食べちゃいけないとか、はい、とにかく飯は早く食うとか、はい、で体重管理も厳しい学校が多いんですよ、はい、それが、まあ、自前のマイクロバス乗ってたりして、そうです。とにかく無駄な時間なく1日が動いていくんですよ、はい、だから洛南の場合は
無駄じゃないんですけど、よくわからん時間かな、結構ある。1時間前集合とか、 1,2 年生のミーティングとか、はい、なんかもう 1,2 年生のミーティングももう何を、なんで怒られてんのかよくわからんみたいな。それから洛南の考え方としては、人前で堂々と芸をできるような、はい、そういう心の、まあおおらかっていうか、人前で堂々と恥ずかしがらずに、はい、芸ができるような選手の方が、そうですね、まあ、強くなれると、はい、いうようなこともあって、まあ、1年に1回ね、みんなの前でネタやらされたりとか、ありました、ありました。なんか普段から顧問の中島先生に無茶振りされることもあるんですよ。あります、あります。でも強豪校は逆にご飯とか行ったら誰も喋らない。強豪校の合宿ほんと誰も喋らなくてシーンってしてて。そうでしたね。しかもみんなめっちゃ食べるの早い。めっちゃ早いですよね。めっちゃ早い。でおかわりなんかしたあかんみたいな雰囲気もあって、はいはい、で僕とか食べるの遅かったから、まあ、最後の一人とかになったんですけど、はい、もうシェアシーンって静かにしてるから50人ぐらいいるのに、はい、自分が噛んでる音しか聞こえないって。そんなにですか。いい、ほんとほんとほんと。洛南の場合はね、しかもね、一旦終わりますって言って食べるの遅いやつがいたら一旦こう終わるんですよ、はい、みんなごちそうさまして、で、ね、で食べ終わった人は解散みたいな、はい、でもその強豪校の合宿は全員一緒に終わらないといけないっていう決まりがあって、はい、でみんな練習で疲れてるしさっさと部屋帰って休みたいじゃないですか、はい、食べ終わった人は、はい、でもそれを一旦終わるってことはしないんですよ、はい、だからもう50人ぐらいのに、もう自分が食器動かすのと噛もうってだけでシーンってなってるし、しかも全員こっち見てるし、50人分の視線が集まる、50人分のプレッシャーが、お前早く食べろよみたいなプレッシャーを一身に受けて、はい、あの合宿するっていう、はい、で洛南が一番弱いパターン、洛南が一番弱い合宿パターンはそうなる、そうなる。なんだかんだ洛南は変なルールいっぱいありましたけど、そういう他校、いろんな学校と特にいろんな他の強豪校と合宿すると結構洛南ってでも活気あるというか、よく喋ってることも多いし、ダイソーの方もやかましいし、そうですね、元気はあるなっていうのはやっぱ感じまして、でなんかやっぱりネタとかするんですよね、なんだかんだするのしますしね、うん、まあそういうのが推奨されてたっていうのもあるし、はい、先生がそういうの好きでしたから、先生がそういうの好きやしで、まあ、社会に出てからも、まあ、芸は身を助くって言うやろって、はい、芸ができた方があの会社の中でも可愛がられるんや、はい、っていう感じの教えだったんですけど、はい、その大牟田とか佐久長聖は別の意味で強烈で、そうですね、ちょっと空気がこっちからしたら異質に見えるし、で向こうからしても多分こっちは異質に見えてたでしょうし、そうだ、大牟田の赤池先生なんか車にスピーカーつけて、自分の車にスピーカーつけて右翼の凱旋車みたいにするんですよ。でそのスピーカーからラップタイム読んだりとか、はい、で大牟田の選手が遅れると、大牟田は何しとっと音がーとかっつってスピーカーで聞こえてくるんです。普通に住宅街みたいなのも走ってる時とかで、その感じで行くって選挙カーかみたいな感じになるんですけど、選挙カーかみたいな本当になるんですよ。すごいですよね。そう、はい、今回はですね、このようにちょっと合宿とか学校生活とか、まあ、楽屋のこうしきたりとか、まあ、普段のこう生活の中でのあるあるっていうところでお伝えをしました。でもう一つ、この楽屋関連で皆さんにこの動画を後日配信する予定でして、これが楽屋のメンバー争い、気になりますよね、これメンバー争い、これめちゃくちゃ熾烈でしたし、もうメンバー争いを通じてあんなことやこんなことがということで、気になる方はね、ぜひ次の動画もチェックしていただきたいと思いますし、チャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。部員30から36人ぐらいいたので、うん、はい、でその中から7人しか走れないっていう、そう、難易度マックスのイストリーゲームで、はい、インターハイと駅伝に関しては付き添い制度っていうのがあって、うん、なみなみならぬプレッシャーとか、はい、重圧とかってあったんですけど、はい、で、はい、全国高校駅伝走れないんじゃないかなって思ったんですよ、はい。